ティックトックとアドビ b 第大回ワークショップクリエイティブジャンプその体験クリエイターの特権ですを始めさせていただきます、えー、本日の司会はティックトック運営の荒木が務めさせていただきます何卒よろしくお願いしますはい本日のコンテンツは次の通りですじゃあですね上からある通りりまずはですねティックトックアドビこのワークショップへの思いをティックトック小倉から そして、TikTok でバズるコツ、バズを生む編集ツールの使い方を TikTok トップクリエイターのあああつしから。そして、Adobe ビ,ビデオ製品の可能性に迫るを Adobe 講師の田中様から。そして、アイデアはどこから来るのかを、再度 TikTok トップクリエイターのああつし様から。そして最後にですね、TikTok と Adobe から重大発表がございます。 ぜひ楽しみにしていただけると幸いですあ。皆様コメントありがとうございます。パチ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 と。あの本日はです、ね、と終了予定時刻があの4時半となっております。結構長丁場となるんですけども、ぜひぜひあの密度の濃いものとしていく予定でございますのでお付き合いいただけると幸いです。はい。それでは早速、と TikTok と Adobe のワークショップへの思いを TikTok 小倉からお願いします。 皆様、はじめまして、えー、TikTok クリエイターパートナーシップの、えー、パートナーシップチームの小倉と申します。本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日お集まりいただきました皆さんをはじめ、今日 TikTok を含む様々なフィールドで多くのクリエイターの皆様が活躍し、自分たちのクリエイティビティを発揮し、人々にインスピレーションを与えてくれているのかなというふうに思っております。 僕たち、えー、と TikTok のクリエイターパートナーシップチームはそんなクリ,エイターのさんクリエイターの皆様と常日頃リレーションを作りながら、えー、どんなコンテンツが世の中に響くのかその方が本当に伝えたいことは何なのかというところを、えー、日々研究をしておりますそんな中で、えー、この時代すべての人々がそんなクリエイターさんになる可能性を秘めていますもちちろん僕たちがこう 日頃リレーションを持っているクリエイターさんを含め、えー、クリエイターになる可能性を秘めているのかなと僕は感じておりますただ、まあ、我々がこう声かけをしていく中でもある通りこりツールやノウハウについて知らない環境や機会の差などさまざまな理由からクリエイティブ表現するのがちょっと難しいなと考えているそう感じている人が多いこともまた事実かなと思っております そこで我々 TikTok と Adobe さんで協力しツールや機械などを提供することでこれからの時代を熱狂させる創造性豊かなクリエイターの皆様が世に出るお手伝いができないかと考えましたクリエイターの皆さんは常に考え手を動かし続けて発信を行う中で自分の作品が世界に広がる経験を してていいくと思っていますそしたクリエイターさんの喜びにつながるワークショップを目指しこの場クリエイティブジャンプの開催に至りました本日はトップクリエイターのアーツシさんアドビの講師の方からノウハウを、えー、提供いただきます今日以降のクリエイティブの制作に本日の、えー、ワークショップの内容を生かしていっていただければ 幸いでございます。というところで、えー、早速ですが、淳さん、えー、からの、えー、TikTok について、TikTok でバズるコツをお話しいただきたいと思います。よろしいでしょうか、淳さん。はい、すみません、よろしくお願いします,ますお願いいたします。 よろしくお願いしますみません、ちょっとこちらで画面共有をいただきます。はい、こちら今映ってますでしょうか。えー、っと、もうれ完全な TikTok でバズるコツというあの釣りサムネみたいになってるんですけども、えーまあ、これを見たからというと、まあ、絶対バズるっていうわけではないんですが、まあ、僕がどういう、なんだろうな、クリエイティブというか、コンテンツ作ってきたかとかを、まあ、自己紹介含めご紹介させていただきます。えーっと僕の 今、TikTok 今220万人の方にフォローしていただいておりまして、インスタは20万人です。で、発信内容としては、スマートフォンでの動画の撮り方とか、写真の撮り方っていうのを普段発信しています。で、まあ、今回、ここに呼んでいただいて、お話できるっていうとことで、なんだろうな、やっぱりこれからまあ誰でもクリエイターになれる時代だと思っていて、僕も別にあの映像のとか写真の学校を出たわけではなくて、えっと、教育学部を出て卒業して、銀行員になって、 いるののでまあそのなんか特別、もともと才能あったわけではないっていうところで、うんまあ、僕がどういうなんか活動してきたのかで今の自分皆さんと比べていただいて全然バズらないとか、まあ、全然フォロワーが伸びないっていうところをまあ、少しでもなんか役に立てたらなと思っております。はいでえー、っとまあ、まず大きく2つですね、今回お話しさせていただいてとます。えーっとまあ、僕のアカウントのちょっとお話とふ、まあ、普段意識していること。まあこれは 動画の制作もそうですし、投稿とか、特には TikTok についてですね、お話しさせていただければなと思います。これ、68名も見てるんですね。最初、そんなにいると思ってなかったんで、それですけど。はい、えっと、僕、まず TikTok を始めて今、2年経ちました、えっと。アカウント運用としては、ちょうどあ2019年の1月に動画投稿を始めて、えっと、1年間発信した結果、まあ、最終的に4万人の方にフォローいただきました。そして、えっと、2年目。 2020年、去年ですね。で、まあ、いきなりちょっとあの動画がいわゆるまあバズって、この年末で220万人まで来たっていうところですね。なので、まあ、いきなりまあバズは来るので、まあ、そ,んなにそれにおいてどうやってバズるのかっていうのと、やっぱバズってからがすごい大事だと思っているので、まあ、そこも合わせてお話できたらなと思います。で、えーとまあ、パッと見た感じ、すごい。 年をまたいでから急に伸びたっていうのは別に TikTok が変わったとかではなくて、まあ、僕のまあアカウントの運用の仕方が変わったからなんですねそちらを少しお話ししていければと思いますでリまあ変わったのがコンテンツの中身ですねちょうど始めた時っていうのは、まあ、そもそも始めたきっかけが Instagram のストーリーを結構まあ皆さん投稿されてるような投稿ではない投稿をしていてそういえば観光地に行った時にどこどこ来たよっていうストーリーではなくて そこのなんかストーリーちょっとショートムービー風に、まあ、15秒なら15秒で少しちょっと音ハメをしてかっこよくまとめてるストーリーを上げてたんですね。でそれを、まあ、TikTok が始まったので、まあ、TikTok にそのまま投稿していたんですね。なので動画の尺としては15秒ぐらい。で、まあ、TikTok の流行りに音楽に乗せていたんですけども、ただまあその動画を見ても、まあ、ただ綺麗で終わってしまっているというかで、特に一眼レフとかドローンを使って撮影をしていました。 というのもまあ趣味で一眼レフとかドローンで映像とか写真を撮るのが本当、まあ、銀行員時代の土日の趣味だったのでそこで撮影をしていてそのまま投稿してます。で、特になんか TikTok のアルゴリズムとかを意識せずに、まあ、思考停止の状態で発信を続けてしまっていたので、まあ、1年間何も策を打たず投稿してました。で、いろいろまあ当時の TikTok って言った可かわいい子とか。 あのかっこいい子が踊ってフォロワー20万30万人獲得している中で、まあ、ふと振り返ると周りと比べたら4万人って全然そのま少ないなというかもっといけるんちゃうかなっていうのがあって、まあ、同じジャンルの人と,人とまあそのまあ意見交換とかしていく中でちょっと発信内容を変えてみようっていうところで、まあ、スマホを使うことにしました、まあ、の一眼レフトドローンを捨ててスマホに切り替えるとあと動画の内容としても撮り方とか まあ編集の方法とかっていうどちらかというと完成した動画よりもそれよりの以前のプロセスっていうところに重きを置いて発信していきました。でタイミングがまあ良かったっていうのもあってこの赤丸2つですね、まあ、第1波第2波ってちょっと呼ぶんですけど、えっとまあ、その第1波っていうのが下6個の動画は2019年の、まあ、いわゆる音ハメしてるかっこいい映像、まあ、ただ綺麗な映像ですね。 で2020年よして、まあ、新年早々、そのまあ方向転換していこうっていうときに、まあ、一発目で、まあ、たまたま,まあバズってしまった。今、1900万再生されていて、いいねも180万ですかね。で、まあ、たまたま方向転換して、しかもそれがたまたまバズったので、まあ、今のコンテンツ、まあ、このまま方向転換していこうというところで、黄色の枠3つですね。まあ、サムデで見て分かる通り、 まあスマートフォンを使って、かつまあ裏側から載せている、どういう撮り方とか、こう撮ったらこうなるよっていうのを今、動画で発信しています。で、これで多分あの第1波来たので、フォロワーさんが4万人から25万人ぐらいですね、一気に来た感じですね。で、次にまあ2020年の6月ぐらいにまた第,一波第2波来ていまして、でそもそもなんかまあ2019年と20年比べると、動画の本数も 2.5倍ぐらいなんですけど、これはあの僕のモチベーションの関係ですね。やっぱバズったら嬉しいじゃないですか。で嬉しいんで、毎日投稿する期間とかで、もちろん黄色の期間のような、全然フォロワーさんが伸びない、動画も伸びない期間もあったりして、まあ、そういったところのモチベーション関係とかは、また後ほどちょっとどうやってモチベーションを維持してきたのかとかはお話ししていこうと思います。でただ、第2波来るのも、えっと、また第1波とは違ってコンテンツを変えたっていうところですね。 第2波では今、黄色でくくってる動画たちが、えっとまあ、これ写真の撮り方ですね。先ほどの第1波はどちらかというとまあ動画の撮り方に近い。スマホをひっくり返してこう撮ったらこうなるっていう感じなんですけど、写真の撮り方にまあ第2波は切り替えていきました。なので、えっとまあ、ここで言うのもあれなんですけど、僕今、顔出し普段してないんですけど、分かりやすいように背景、アイコンにしてるんですね。で、このコンテンツ的には僕は一切出てこないんですね。 モデルさんとか,なんか風景とかを撮っているので全然その顔出ししたいわけでもなくてあくまで見てほしいのは僕ではなく、まあ、自分のこ僕のコンテンツというところですべ、えっと、て今これはあの画面収録スマートフォンの画面収録したものを、まあ、スマートフォンで撮ったものをスマートフォンで編集してそのままスマートフォンで TikTok に投稿しているという形ですねなので、えっと、ここもまあ毎日投稿はしている期間ではあったんですが黄色の枠の写真の撮り方を第二波で 上げていますで右側に赤いのが入ってきてると思うんですけども、これは、えーとまあ、写真の撮り方ばっかり上げていると、やっぱりどうしても見ている方は飽きてしまうので、その飽きが来る前にちょっとずつ新しいコンテンツ、先ほどの、まあ、方向転換したときのように、アカウントのジャンルは変えない。僕だ,僕だとまあ映像ジャンルなので いきなり映像ジャンルから料理とかを上げる、ダンスを上げるのではなくて、あくまで同じジャンルの中で少しだけコンテンツを変えるっていうところをまあ意識して、ちょっとずつその赤い動画、まあ、赤い動画っていうよりかはまあカメラワークですね。先ほどの動画の撮り方をちょっとかっこよくつなげたっていうような形に変えています。なので、これは他の動画、まあ、他の皆様のジャンルでも当てはまるかなと思っていて、まあ、いきなり料理というよりかは、僕で言うと、うん まあ今まで2019年は料理の完成形ばっかり撮っていたたこ焼き作ってとか,なんかいろんな料理作って見てください美味しそうでしょっていう動画だったんですけどどちらかっていうと今はその料理の作り方とか、まあ、余った食材でこんなんが作れますみたいなのを僕は動画でやっているっていうイメージですねなので、まあ、見た人にとって少しでも役に立つかなっていうところをまあ意識して普段動画を作っていますで構成としてはまあ写真の撮り方なので 例えばまあ最初の左の1枚目は、ブランコ天国っていうまあ福岡にある観光地でたくさんブランコが並んでるんですけど、そこでのまあ撮り方参戦ということで、僕なりに少しまあおしゃれとかエモいとかそういうトレンドに合わせて、僕が撮るならどう撮るかなっていうのを実際に画面収録で撮って、それを実際に後半部分撮れた完成形の紹介っていうところで、写真はもちろん加工してですけど、加工した写真を載せています。でまあ、こういういスタイルに してて、いる人もたくさんいて、まあ、僕が多分まあ自分の中では最初かな日本では最初かなと思ってるんですがこういう構成にするまあ意図としては、まあ、料理とか他のまあダンスのやり方でもそうなんですが TikTok 教室っていうまあハッシュタグ人気ハッシュタグで言うとやっぱり何かを教えるときに最後まで動画を見てほしいので、まあ、オチだったりとか最後に見せたいもの僕だったら撮れた完成形の画像っていうのはまあ最後に持っていきたい。 1>, で1つ紹介するよりかは2、3個、まあ、最低3個、3銭とか5銭だと少しまあボリューム感もあって情報量もたくさん詰め込めるので、こういった1つではなくて3銭という形にしています。で、この第2波が来て、えっ、ー、とですね、こっちですね、動画、動画の撮り方も、えー、と裏側、一番左側でいうと、まあスマ、僕が撮っている姿、どういう形で撮っているとか、とかスマートフォンをひっくり返しているとか、そういうところを見せてから、 実際に撮れた動画ですね。かつ、ワ、え、ン、ー、カットではなくて、まあ、3カットから4カットぐらいの複数カットをスマートフォンで撮った動画をスマートフォンで編集して載せています。はい。なので、えー、とどちらかというと、えーとまあ、皆様も TikTok のアプリで撮っている方もいらっしゃると思うんですが、僕はあの、まあ、スマートフォン純正のアプリで撮って、そのままスマートフォンで編集して投稿しています。なので、 えっとまあ、本業の方では普通に動画を作ったりもするのでパソコンを使ってるんですがやっぱり毎日投稿したいとか発信を続けていきたいっていう時にその一つのコンテンツにあまり大きく労力,労力をかけたくないなっていうのが自分の中で思いがあってやっぱりスマートフォンで撮ってスマートフォンで編集することができれば、まあ、移動中であったりとかなかなかまあ時間が取れない時にも、まあ、スマートフォンはいつも手元にあるので そこで発信をし続けることができると思うので、まあ、いきなり無理して一眼レフを使ってとか、なんかライティングバチバチにし続けるっていうのは、僕はまあ今後やっていきたいと思うんですが、いきなりやっぱり皆さん、いきなり動画を作るっていうのは難しいので、まずはまあスマートフォンで撮って、皆さんが親しんでる、使いやすいアプリを使っていただくっていうのが一番いいかと思います。はい。で、2つ目ですね、意識していることです。で この意識していることを、まあ、簡単に8個だけちょっとご紹介していきます。まず4つ目ですね。えっと、1つ目がアイコンで。2つ目が縦型。3つ目が、まあ、秒数で。4つ目が投稿時間ですね。でまあ、アイコンから言うと、まあ、特に僕の場合なんですけど、えっと、顔出しをしていないので、パッとおすすめ欄に僕の動画が流れてきたときに、まあアート氏という認知を取ることができないので、アイコンは絶対に変えないようにしています。 LINE のアイコンだとまあコロコロ変えてもいいかなと思うんですけど、やっぱりそのあんまり変えると認知がつかない。で、まあ、僕も今アイコンを後ろにしてますけど、他の SNS ですね、TikTok 以外の SNS でも同じだとすごい分かりやすくて、で最近だとあのクラブハウスが流行っていると思うんですが、そこでもアイコンをまあこれにしているので、なんだろう、声、まあ、特に僕動画もちょっと声変えてるんですね。1.1倍速ぐらいにして聞き取りやすいような声にしています。 なんかどっかのデータなんですけど、1.2倍速が一番人間の聞き取りやすい音程、速度なのかならしいので、1.2倍速にすると少し機械音っぽいので、僕はその1つ下げた1.1倍速。なので、動画の声と今僕が喋ってる声がちょっとだけ違います。なので、アイコンを変えない、もしくは他の SNS とアイコンを揃えるっていうところですね。ここはまあ意識する方がいいのかなとは思っています。あとは2つ目、縦型ですね。これはもう大、絶対。 というか、やっぱりもう縦型動画、まあ、ショートムービー縦型が前提だと思うので、あとは、ちょっとこれも5年前かなんかの記事なんですけども、横型、スマートフォンを縦にして表示される横型の動画と、スマートフォンを縦にして縦に流れている動画だと、まあ、その視聴完了率、動画が最後まで見られるかどうかっていうのが9倍ぐらい見られやすい、縦型の方が見られやすいというデータがあったので、 これ確かなんかスナップチャットかなんかの出してるデータなんですけど、なので、これはもう TikTok でももちろん言えることだと思っているので、ただ、やっぱり YouTube とか Instagram とかも、基本はやっぱ横型で撮っているのが多いので、他の動画を TikTok に持ってきちゃうと、上下に黒い余白ができてしまったりするので、これからやっぱり縦型で動画を撮るっていう癖をつけていきたいなとは思っています。で、えー、っと、3つ目ですね。こちら12秒から22秒。すみません、ちょっと喉乾いたんで水飲みます。 うんえー、っとあ3つ目ですね。で、えーっと、この12秒から22秒っていうのが、えーっと、僕が今まで投稿してる動画の平均ですね。で、なぜ十12秒かっていうんですけど、これ、2019年の頃、まあ、2019年の終わりぐらいですかね、に僕がちょっといろんな TikTok さんを見ていて、日本人で 1M、一 m いいね、言ってる方、当時、なんか15人ぐらいしかいなくて。 でその15人の動画の平均の秒数が12秒だったっていうところですね。なんとなく昔のバインは6秒でストーリーは15秒なので、まあ、バインより長くてストーリーより短い動画が12秒かなっていうところですね。なので、まあ、パッと見られるし、12秒だと見た後の満足感も多少は得られる。で22秒っていうのはまあ長すぎないっていうところですね。やっぱり最後まで動画が見られるかっていうのが一番大事だと思っているので、あんまり59秒とかだと よほどのコンテンツ力、中身が重要じゃないと最後まで見てもらえないのかなと思っております。で、投稿時間なんですが、これはあの正直あの、バズるコンテンツは何をあげてもバズるっていうのはあるので、あまりあれなんですけど、やっぱり皆さん、自分のアカウントの、まあ、プロフィール欄、クリエイター欄っていう、なんかインサイトが見れるところから、自分のフォロワーさんのアクティブ時間帯っていうのが見れるので、まあ、一度それを見ていただいて、自分のフォロワーは何時から何時に一番 TikTok を見ているのか。 というところを参考にしながら、投稿時間を決めたいですね。なので、僕の場合は大体19時から22時の間に投稿しています。あのまあトップクリエイターの影ひなさんとかは毎日19時に上げるとか、固定化することでファンがその動画を楽しみにするっていうのもあるので、そのまま、えー、と固定する、もしくは、えーとですね、皆さんが上げてるタイミングに合わせて上げるってことですね。はい、これががつつ残り4つが えっと、これ、あの、TikTok 教室って書いてますが、ハッシュタグですね。あと、テロップ。あと、音声を入れる。あと、音源ですね。で、えー、TikTok 教室で言うと、僕のジャンルは映像ジャンルなんですが、どちらかっていうと、この TikTok 教室のような、ハウツー系に入るかなと思っていて、まあ、何か役に立つこととか、ためになる動画を発信している。で、ハッシュタグ、何をつけたらいいか迷うっていう人いるんですけど、えっと、自分のジャンルに合ったものをやっぱり最初選んでいただきたくて、うん。 ま,あまた料理出しますけど、料理のアカウントのハッシュタグに、なんか、うん、それこそ映像とか <laughs>、映像はいいんか、うんまあ、ダンスとか、なんか他のことが入っていると、僕らは別に何,何でもいいんですけど、見てる側にとっては、やっぱり TikTok のアルゴリズム的には自分のジャンルに合ったものをちゃんとつけてあげた方が TikTok のアルゴリズムに優しいよねっていう話ですね。はい、であとは、たまにあるおすすめに乗りたいとか、運営さん大好きとかは全然関係なくてですね。 運営さん大好きでつけても全然運営さん見てないので関係ないですというところですね。あとテロップは、えー、と特に日本人にリーチさせる時にうんときにだろうなやっぱ皆さんパーって見ていて少しちっちゃい文字で入ってるとかなんか真っ暗な画面に病んだようなちっちゃい文字貼るとやっぱり読んでしまうと思うんですね。やっぱり日本人なので日本語が並んでいると少し目を通すパッとでもいいから読んでしまうのでそこの最初の1秒できっかけを作るっていう点ではテロップは入れた方がいいかなと。 あとは特に僕みたいな情報量を少し多く伝えたいタイプとかで言うと、文字も入れてあげるし、声も入れるで。次の声も入れるもそうですね。やっぱり15秒なら15秒で伝えられることっていうのは限られているので、テロップも入れて、音声も入れて、フル活用して、動画の情報量を増やすっていうのはすごく大事だと思っています。はい、であとは音源ですね。とまあ、これ、トレンドを追うっていうところにもなるんですけど、その流行っている音源を使うっていうのはすごく大事だなと思っています。で まあ流行ってる音源ってなんだよってなると思うんですけど、例えば TikTok を見ていてよく聞く音楽もそうですし、TikTok 音楽つけるときになんか検索欄があってトレンドとかも出るので、まあ、そこから選ぶのでもいいですし、あとはこれから自分が使いたいって思ってる音楽がトレンドかどうかっていうのは、なんかあの音楽に投稿するときの再生数みたいな、どれだけみんな使ってますよみたいな出ると思うんですけど、そこでやっぱ1万本以上の動画が あるとあバズってるんじゃなないかなと、まあ、5000から7000ぐらいだとあこれからバズるんかなっていうような指標もあるのでやっぱ1000件以下だとあまり使われてないよねとかあとはその僕も過去の動画であったんですがちゃんとした音源を使っていないと後ほどのの後ほどというか後から動画が消されるので動画が消される言い方が違う動画が、まあ、音声を剥がされるのでおすすめに乗らなくなるのでうーんちゃんとした音源を使った方がいいですだから自分の オリジナル音源として出してしまうと、まあ、今後の自分の動画がお勧めのりにくくなったりはするので。できるだけちゃんとした動画、あ、音声を選ぶっていうのは大事になります。はい、で、以上の八個ですね。で、えー、っと、これちょっと余談なんですけど。まあ、普段モチベーションどうやってるんだってよく聞かれるんですけど。で、僕、これ、あの、三人並んでいてゾノさんとしょうまんが三人いて。えー、っと、ちょうど今年の一月ぐらい。僕たちが全員フォロワーが四万人だった頃ぐらいに。 これは同じジャンルなんですね、皆さんあのスマホとかで撮り方とかを撮ってる系で周りからするとすごいあの少数派ではあるんですが3人で LINE グループを作って、まあ、毎日電話してましたっていうところですねでちょ,っとちょうどまあ僕がバズったとかゾノさんがバズったっていう時に毎日電話してるんでそのフィードバックとかを3人でしてたんですね なんでこの動画のここが良かったよねとか、で今この動画流行ってるよねとか、海外やったらこういうのがトレンドできてるよねとかを毎日共有して、まあ、あの意見交換して3人とも毎日投稿をしてました。なので、毎日投稿をするモチベーションをこの3人で、あのなんかルール決めというか、毎日投稿しないといけないって決めると、その日投稿してないと他の2名から言われるんですね。え、まだ投稿してないけど、今日何投稿するみたいな。そういうちょっとまあ、 楽しみながらモチベーションを高めるっていう環境を自分から作ったので 3,、まあ、3人でもいいんですが自分の同じジャンルを仲間につけるというか普通いうのはやっぱり大事だと思いますねやっぱり分析って1人でもできるんですけど仲間がいた方がモチベーションも高まりますし今後3人で伸びれば、まあ、実際に3人で伸びるっていう、まあ、奇跡的なことではあるんですが、まあ、僕はこの2人に感謝しながらクリエイティブをこのまま 今年もですね、2021年もやっていけたらなっていうのは思ってます。はい。で、ここまでが、あれですね、バズ次が、バズオーム編集ツールの使い方になります。ちょっともう一回水飲んでいいですか。はい。で、今回、TikTok さんと、まあ、Adobe さんの方でやっているので、僕が普段まあ、どういう、まあ、特にですね、スマホで撮って、スマホで 編集しているので、まあ、バズを生む編集ツールの使い方、これもあの完全にサムネが釣ってるんですが、えっと、次に行きますねで。大前提としてなんですけども、僕はの普段まあ、撮って編集をしているのではなくて、えっとまあ、どういうふうに編集するかっていうのを決めて、えっと、撮影しているっていう感じです。で、これまあ、た他の皆さんもそうだと思うんですけども、TikTok の純正のアプリで撮るときも、なんかどういうのを撮ろうとか。 こういうのを撮りたいという感性のイメージがあったりとか、うんまあ、今、まあ、例外もあるんですけども、光今最近 YouTuber のヒカルさんが TikTok に入って来られたときに、彼の裏側を見ると、まあ、3分間ぐらいとトリッパで相方と喋って、それを後で編集してテロップ入れるみたいな、そういったなんだろうその場のノリとか、その場の大事なもので編集するのもあるんですが、僕としては、まあ、どういう編集をしたいからこういうアングルがいるよねとか。 こういうことを伝えたいからこういうカットもいるよねっていうのが分かっている必要があります。アトビの,の Rush っていうあのスマートフォンで編集することができるアプリなんですけども、と僕はよく動画見ていただいている方は分かると思うんですけど、こうスマホを、まあ、振り回してるっていう表現はあれですけど、スマホで動画を撮ってるときに最後ちょっと、最初と最後ちょっとまスマホを振り回してる、あれは何の意味があるんだっていう話なんですけど、と動画と動画のない をアプリにあるトランジションではなくて、自分のカメラワークでトランジションしてしまうっていうような取なり方なので、これあの、インスタグラムのストーリーのズームとかでもいいですし、あとはテレハンドトランジションをするとかも同じようなつなぎ目の作り方ですね。なので、よりまあクリエイティブにとか、よりかっこよくとか、まあ、自分の動画を他の人と差別化するときに、やっぱりこのトランジションっていうのは大事になってくる。マジであるというか 絶対に一本の動画ってワンカットではないはずなんですねないくつかの動画が重なってできているのでそこを意識するっていうところですね。で、あとは、なんで Adobe ラッシュ使ってって聞かれるうのもあるんですけど、これはあの動画編集アプリっていっぱいあると思うんですが、動画が撮れるんですね。なので、こういった、まあ、形式選ばれたりとか、まあ、明るさを変えれます。で、まあ、明るさを変えるだけではなくて、 あのスマートフォンでピントをそのまま変えたりとかするんですね。あとはホワイトバランスが変えれたりとか。で、これと他のまあアプリはもちろんないですし、純正のカメラでは使えないっていうところと、あとはもうこれをしようと思ったら他の別のカメラアプリを開かない、あのダウンロードしないといけないとかあるので,で、僕の場合はこれで撮って、そのままこれで編集できて、で、作ったらそのまま TikTok に投稿できちゃうっていうのがまあ便利なところですね。はい。なので、この今の4つの機能以外にもまあ,あるんですが、まあ、後ほど のアノビの田中さんも出てきていただけるということで、ちょっとこちらもお話ししていこうかなと思っております。はい。えっと、残り時間に,になりました。あの質疑応答とあれば、何でも私が答えれることであれば、お話ししていこうかなと思っております。これ、チャットでいただいてる。はい。淳さん、ありがとうございます。あ,あはい。はい、はうございます。一つ、あの、来てません。ちょっと時間ないんですが一つだけじゃあ、回収させていただきます。と音源の部分ですね。 音源というのはこう投稿時に TikTok のアプリ内からこう楽曲を選ぶのがベターですかねっていう質問が来ておりますあ、はいえっと、僕は普段投稿するときは TikTok のアプリ内で選んでそれを、うんま、画面収録で音楽取り込んで、えっと、音楽を編集アプリに入れてからなんか音ハメをしてで投稿するときに音源は紐付けるんですがオリジナルの音量とあの選んだ音源の音量のバランスを調節することができるので。 そこでバランス調整してますなので、見た動画に音源も入ってるし、自分が撮った動画の音も入ってるっていうのは、紐付けはしているけど、えっと、録画した動画、録音した動画を音声を使っているので、そうなってます。なので、投稿時にえっと選ぶというよりかは、事前に選んで編集して、投稿するときに紐付けるっていうイメージですね。なるほど。じゃあ、最後にアプリ内でこうくっつけてはいるけど、しっかり音源はもう編集する前から決めて。 音の構成も決めって言ってした、はいっまかなるほどありがとうございます結構すごい,りごいす <laughs> 伸びるコツには裏側にはすごい努力というかコースがあったんですね。ありがとうございます。いますはい。はい、ちょっと時間も押してますので、とその他質問等があればです、ね、別のタイミングで質疑応答できればなと思います。す田中さんありがとうございます。はい、田中俊平さんですね、はい。では次ですね。淳さん、ちょっと振りお願いいたします。はい ではすいません。次こちらあのアドビのアドビ講師の田中さんよろしくお願いいたします。はい、あつしさんありがとうございます。私も普通に勉強してました。ええっと、アドビの田中です。ではですね、早速ですね、私のえっと画面を共有したいと思います。はい、今皆さん見えてますでしょうか。えっとここからはですね、アドビビデオ製品の可能性をテーマありがとうございますね。ね 迫るととといいいいいうことでですすね簡単にご紹介をしていきたいと思いますはい、かん私の自己紹介、皆さん始めましてと思うんですけども、Adobe、えっと、で,です、ね、フォト、フォトショップ、ライトルームとかビデオ製品、プレミア、プラフト、アフェクト、プレミアラッシュの製品担当しています。Adobe に入る前もですねカメラメーカーで結構ビデオカメラとか一眼カメラの、えー、と映像の、えー、とマーケティングをしていたので、結構撮影から編集に渡ってずっと。 え動画系のマーケティングをやっております。はいというところでですね、えー、とまずアドビー製品の可能性という話なんですが、まあ、皆さんここに参加しているという方はもう動画が熱いということはご存知だと思うんですけれども改めてご紹介したいと思います。まあ、5G が来るとととかももは まあ、広告でも写真のバナーだったりとかを、えー、と皆さん、広告でもやっていたんですけどもやっぱりエンゲージメント率が高いということで動画で広告を打ったりとか、まあ、もちろん皆さん、ここにいる方はですね、えーと TikTok のはじめとした、まあ、動画の投稿というものが当たり前になっていることは存じてあのご存知だと思います。なので本当に動画というものにです、ね、皆さんいろいろな可能性を秘めて、えー、と行っていますし今日参加されているのではないかなと思います。もももちろんん、ね、市場的にも熱いんですけども、まあ、今日 参加されている方もさまざまな用途を持って参加されているのではないかなと思います。まあ、vlog 日常的な Vlog を作りたいとか、あとはレビュー動画ですとか、あとは厚石さんみたいにちょっとハウトゥー系のもの、あとは一方でまあ動画内製化と言われる企業の方々、あとはですね、結構そういう観光庁の方々が自社での動画内製化、 動画を作りたいという方、そして全く動画というものを経験したことがないんだけれど副業でやりたいなんていう方々もすごく動画制作を始めているという現状がございますこの中、参加者の方もど,どれかに当てはまるのかまた全然違う用途があるのか,なんかそんなこともです、ね、もしコメントに入,って入れていただけると嬉しいです。 はいというところでですね、Adobe の、えー、とミッションというか、ですね軸に置いてあるところのご紹介をしたいんですけども、多分この中でも今まで動画したことないという方、多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。あのフォトグラファーだったりとか、全く何もしていない、そういう方々もです、ね、Adobe の製品使うことによって、まあ、動画制作っていうのを本当楽しくすることができますので、あんまり自分だからできないとか、動画制作どうやるんだろうとか、まあ、やってるけどなかなか伸びないという方々もですね、 まあ本当にクリエイティビティの可能性というのを持っておりますのでそこは皆さん自信を持ってぜひ動画制作ということをです、ね、やっていただけたらいいかなと思います。ということを前提にこれをちょっと動画製品だけではなくアドビの製品全部ですねせい、えー、とフォト製品だったりフォトショップとかイラストレーターもしかしたらこの中でも使っていらっしゃる方が。 いいいるんじゃないかなかと思いますけれどもそういうような製品を使っている方々も、まあ、ビデオの製品というのも連携性がすごくあったりするのでビデオ製品、実はこれだけ多いんですけども、えー、と使うことがクリエイティブクラウドのコンプリートだったりとか使うと,、えー、と使うことができます。でこののの中でで先ほどあつしさんの方でもプレミアラッシュの ご紹介ちょっとしていただいたんですけども、ここからはプレミアラッシュという製品を簡単にご紹介したいと思います。これが、えー、とさっきおっしゃってたようにですね、モバイルでですね、撮影とか編集ができるアプリケーションになっています。でえー、と撮影編集をモバイルだけではなく、デスクトップでも行うことができますし、いろいろなデバイスでできるっていうのがすごいメリットになります。なので、外で、えー、とモバイルで編集していたものが、えー、とクラウドに上がって、 いるので例えば家に帰ってからはデスクトップでゆっくりやりたいなんていう時もですねそういうような使い方をすることができますし、えー、とこのアプリ一つで先ほどおし撮影から、えー、と編集して色調整オーディオ調整するとアップロードまでできるというのも。 一つのメリットになりますあとは結構難しい編集って難しそうだなって思われる方もいらっしゃると思うんですけどもアドビはですねアドビ先生っていう AI の技術がありますなので結構その AI の技術を使うことによってあの作業がすごく時間かかるものとか難しいものも意外とワンクリックでできたりするのでそういうものを使ってですね簡単にかっこいい、えー、とおしゃれな映像なんかすごい 変異な言葉なんですけどもっとあの自分のこうイメージしたですね映像というのを簡単に作ることができるようになるアプリケーションになります。はいではですね、ここで1つ事例を、えー、とご紹介したいなと思うんですが、まあ、事例といってもですねまさに淳さんにですねこの夏1本、えー、とプレミアラッシュを使って えっと、コンテンツを作っていただいたものがありますので、それを見ながら、あつしさんにまた再登場いただいて。いろいろ聞いてみたいと思います。ではですね、またあつしさん。ご登場いただいてもよろしいでしょうか。いらっしゃいますか。ああります,すみませんはい。じゃあ、ちょっとですね、あつしさんの、えっ、ー、と、作っていただいたのは、ブラウザ上から一回見て。えっ、ー、と、その後に、えっ、ー、と、いろいろ聞いてみたいと思います。はい。 今、私のブラウザーの画面見えてますかね。はい、じゃ、ちょっ、はい、と。無料でプロっぽい動画を作りたい人には、プレミアラッシュが最強ですね。 まずカメラで明るさを自由に調節することができるしシャッタースピードも自在に変えれます撮影段階から色温度を変えれたり16倍までズームもできちゃいますもちろん 4K の高画質も撮れます例えば明るさを上げて指パッチの瞬間に画面をタップするとこんなのも撮れちゃいますそしてそのまま撮った映像をアプリで編集することができてカラーにはたくさんのかっこいいフィルターがあったりそのまま明るさなどの細かな編集もできちゃいます編集が終わったら完成無 <music> 料のプレミアラッシュ使ってみてね <music> 無料でプロっぽいい動画を作りはい、この映像、本当に、ね、私たちも見てもう、私だけではなく、これ結構グローバルでですね、Adobe のアメリカの本社の方もすごいめっちゃかっこいい映像だって、えー、すごい評価が高くて、えー、もうこれに勝るものは私はないんじゃないかって思ってるくらいの映像 <laughs> な,なんですけども、<laughs> ちなみにこれ、私も見てて、私、淳さんと今回初めて喋ったけど、これ、 これの声も1.1倍にしてるんですかちょっと。あそれこれあの、まさに1.1倍の声、ね、そうですよね。なんか私あ、改めて今回初めておしゃべりして、これと声違うなと思ったんで、ちょっとそれも tips だなって思いました。ありがとうございます。はい <laughs> <laughs>、ね。いや、はい、いろいろあるなと思って。はい、っていうので、えーと、この時にですね、 アドベのほう、はいまあ、からちょっとラッシュ使っていろいろ使って,て使ってみてくださいと1本作ってくださいっていう、えっと、ご相談をさせていただいたと思うんですけどそういう依頼が来たときに今回このラッシュのときってこの構成に決めるまでの経緯とかなんかこうした理由っていうのがあったら教えていただけますかそうですねえっと僕がラッシュこういう動画作るときにやっぱり自分が一番まあよく使ってる機能がいいなっていうので 先ほども説明したそのとラッシュで撮ってラッシュで編集してラッシュで投稿するっていうのができるその一貫性がすごい僕の中で使いやすいので、うん、それをまあテーマにして撮りたいなっていうところとやっぱ一つちょっとオチというか驚きが欲しいっていうのがあるので,でたまたま当時めちゃくちゃ東京に行ってたんでその東京の飛行機で撮ったっていう感じですね。そうですよねなんでこれ本当にまさにラッシュのいいところ撮影から編集から投稿までをあのやっていただいていて。 あとは最後にあのマニュアルのそうですカメラのマニュアルの機能があるんですけどマニュアルの固定にしてたところをオートにしてあちょうど今このパーンとなった時に、うん、あの飛行機が見えるっていう,こうトリックを入れてるんですけど、うん、あここですねちょうどトーンってやったこれがこのトリックってなんか頭の中にあったんですかちなみにえっとあまあなんかもともとそういう表現っていうのはまあ他の iPhone でもやっていたんですけど、うん iPhone の純正だと AE、AF ロックっていうなんかまとまったその明るさとピント、はい、同時に固定されちゃうんですね、あれって。えー、けどラッシュだとあの明るさの固定用の丸いやつとピント固定用の四角のやつが出てくるんですね。それめちゃくちゃラックというか使いやすすぎて今回で言うと明るさは固定したいけどピント固定したくないとかだと明るさだけ固定できるみたいなその機能の豊富さはやっぱスマートアイフォンではできなかったですね。ああ ありがとうございますまさに今おっしゃっていただいたことがあのフォーカスをロックしたいときと露出ロックしたいときって結構別ですよね明るさロックしたいときとかってそれが結構、はい、プレミアラッシュはできたりするのでそんなところでの使い方もできるのかなと思いますあと編集の方も結構、ね、これ今色調整していただいたりとかあのこれはそうか撮影時の色調整かしていただいたりとかしてでも編集の方でもいろいろやっていただいてると思うんですけど編集でなんかお気に入りの機能とか。 編集、ね、はもうまさにあのここのカラーってところですね、はい、フィルム調とかでやっぱそのアドビラッシュじゃない方アドビプレミアの方プレミアプロの方でもそういうラットっていうなんか画像あ動画に色味を載せれるのがたくさんあると思うんですけどそれがそのままなんかテンプレで入ってるんでなんか自分でそういう色味調整が工夫しなくてもまあ簡単に色が載せれちゃうっていうのをめちゃくちゃ楽ですねあ,ありがとうございます,そうですもしあのこの中で れ動画使ったことないけど、Lightroom とか使ったことある方いらっしゃったら、このですね、このなんていうんだこういう使い方、まさにライトルームとですね、似、ま、て、あ、まライトルームプレミアムも一緒なんですけど、Adobe の製品でそのカラー調整とかの UI はですね、統一してるので、そういう意味で言うと、今までライトルームとか使ったことある方は、ですね、結構なじみがある。 UI になっているんじゃないかなと思いますので、ぜひです、ね、このラッシュでまずはモバイルで撮影して編集というところを試してみていただきたいなと思います、はいで。今、ラッシュのお話をしたんですけども、今、淳さんの、えー、とお話の中でもちょっとプレミアプロっていうっ、えー、と言葉が出たので,、えーとですね、もう1回私の画面を、えー、と共有したいあ、デスクトップにも共有なんしない。 えっと共有して、今ラッシュのえっ、ー、と話の他にですね。こういう製品があるということをご紹介したいと思います。今、プレミアラッシュっていうのはモバイルで編集ができて、結構モバイルで完結。もちろんデスクトップでもできるんですけど、結構モバイルがやりやすいんですけども。もうちょっと上に行きたい人とかより細かい編集をしたい人だと、こういうプレミアプロアフターエフェクトキャラクターアニメーターっていうアプリケーションがあります。淳さんプレミアプロとかって今の話？話 使使われてていいいらっっしゃるんですすすねはプ、い、プレミアプロを使っておりますありままあがとうございますなんかこうプレミアラッシュとプレミアプロのなんか使い分けだったりこういう使い方してますみたいなのがあれば教えていただけますかけそうだけどあのえっ、ー、とまあ僕本業の方でも今プレミアプロ使ってるんですけどその他の端末でまあ同期というか共有できるので iPad も持ってるんですけどそれぞれで同じデータを触れるというかわざわざなんかエアドロップしたりとかせ,せ,ん,せんでいいんでめちゃくちゃ楽ですね。なるほど そうですね結構、アドビの製品の中で例えばプレミアラッシュのプロジェクトをそのままプレミアプロで引き開けたりとかモバイルで編集してたものをプレミアプロでデスクトップでやったりなんていうこともそうですねなんか入るいちいちいろいろやり取りしなくてもできたりするっていうのもあるので、まあ、より細かいプレミアプロの方がですねいろんな調整はできたりするので高度なことをしたいとなるとプレミアプロもおすすめです。ちなみにアフフターエフェクツっていうソフトは アプリケーション使ってますか使ってるんですが、まあ、プレミアほどではないなっていうぐらいですね。んかどういう時にアフターエフェクト使ってますかうんやっぱりそのモーション系の時ですねテロ,テロップをなんか,かっこよく出したいとか、うん、なんかその動画の中にテロップを置きたい時とかですねなんかいろいろ 3D トラッカーとかもあるのであはいそうで,す、ね、で使ってますね結構 3D 系の今この絵もちょっと 3D の ZY。 XYZ 軸でこう動かす機能が入ったりしてるんですけどそういうのをやるときとかあとはまあ最近よ、まあ、あるというか顔のトラッキングしたいとか,なんかトラッキングしたいそこにテロップ入れたいとか,なんかそういうことモーションやりたい方はです、ね、アフターフェクトなんかも今後はです、ね、ぜひトライしていただけるといいのかなと思います。あとはキャラクターアニメーターーーメっていう このソフトも実はですね、入ってるんですけど、淳さん、ご存知ですか <laughs> そうですよね、実はまだ、そのあまたでも2017年くらいにですね、うんえと、できたソフトなんですけど、今これ、ちょうど動いてるの見えてるかなと思うんですが、はい、でこのキャラもですね、実は私の顔と犬をアドビ先生の AI 技術で合成して、なんで私の顔風な犬って、ちょっと気持ち悪いかもしれないんですけど、っていうキャラを作って、はい それがなので本当に簡単にあのキャラクターを動かすことができます。たその淳さんのアニメーションをこういうふうにキャラクターアニメーターで動かすこともできますし、まあ、例えばなんかゆるキャラみたいなの自分のマス家会社だったりとか地方のマスコットキャラクターが フォトショップファイルかイラストレーターのファイルで作っていれば目と鼻と口とかをこう設定することによってこういうふうにもう自分が動くと一緒に動くなんていうこともできますので、まあ、こういうのもです、ね、今後その動画としてはです,、ね、すごく需要があるんじゃないかなと思いますので淳さんもぜひ興味があれば、はい、使ってみう、ね、自分の僕の後ろの今のアイコンを動かせるそう,そうです、まさに動かして自分が動いたのと連動して動くのでこんなのもです、ね、ぜひ使ってみていただけると。 いいんじゃないかなと思います。ということでですね、あっという間に私の時間はになってしまいましたので、えー、っとここで私のを、えー、っと終了したいと思います。ありがとうございます。では、つしさんにまたここからバトンタッチしてですね、お、えー、願いします、はい。ここで質疑応答とかを僕が開いても。ありがとうございます。えっとですね、 このパートでちょっと事前に頂い,いた質問ですね、1つちょっと淳さん、もしくはその田中さんにお答えいただきたいんですけども、いいでしょうかはい、大丈夫です。はい、あの、事前の質問でですね、あの、実際にその、昔から短い、こう、編集技術を学ぶ場があったのか、それともこう、独学なのかをちょっとお聞きしたいですという質問が来ております。うん、でまたですね独学 である場合は、どのようにしてこのアドビー製品をこう使って、クオリティ高いものを作っていけるようになったのかなどなど、聞かせていただきたいです。はい、えっと、僕は完全に独学ですね。えっと、先ほどちょっとだ言ったんですけど、教育学部出身で銀行行っちゃってるんで、全くその写真とか映像を学んでないところで、完全に趣味のところから始めて、もともと一眼レフをたまたま先輩からもらったので、えっと、YouTube を見て勉強しました。 うん YouTube、誰、あの、大川祐介君っていう、YouTube で、チュートリアル、プレミアプロとか、まあ、チュートリアルやってる方、多分なんか、アドビラッシュの動画とかも出していたりとかしていたので、そうですね、はいあの、うちのイベントにも結構出てあ、やっぱそうです、そうです、ね。<laughs> ので、はい。YouTube を見て、で、彼が、えっと、当時、今はいっぱい出してるんですけど、当時その、僕、当時、海外の動画、YouTuber が、プレミアプロを説明してるのを、なんか翻訳しながら見てたんですけど、うん ちょうど彼がそれを日本語版でやってくれだして、そしたらもう彼を見ればすべて解決するっていうところで、すべて大川祐介君の YouTube を見て、動画のもう一から学んだっていう感じですね。そんな感じで大丈夫ですか。なるほど。ありがとうございます。本当、独学だったんですよ。もう、いわゆる動画から動画の作り方を学び。はい。紹介されている動画の撮り方を丸々ま似て、どこまで再現できるかとか。 をもう一個いいごと重ねていきまました、ねうん、ありがとうございますなんかある意味すごく勇気が出る言葉ですね。すね結構今って本当調べれば出てくるものもありますし、うん、TikTok の中にもです、ね、実はプレミアプロとかアフターエフェクツプレミアラッシュのその tips 的なもの結構探すと上がってるのでそういうものを見てあのぜ、ー、ひねあのラッシュ。 さんのもあると思いますし探し探てみるは Adobe の製品でいうと Adobe の製品の中にですねインアップチュートリアルっていうのがあって結構それを進めていくとあの自分で動かしながら学べるので結構それは本当におすすめなのでもしこれから学びたい方ぜひ使ってみていただけると嬉しいですはいはい、はい、ありがとうございますはいでは次のパートは、えっと ともう結構終盤に近いですけども、厚司さんからのアイディアはどこから来るのかですね。はい、これも完全に釣りさんですけどね。<laughs> どこから来るんでしょうか。それでは厚司さんまたスライドの方お願いいたします。はい。ではここからまたあ厚司の方がまあアイディアどこからくるんだっていうお話をさせていただきます。えっとやっぱり普段まあ毎日投稿していたりとか動画を撮っている中でまあ。 企画が思いつかないとか、何を取ればいいんだっていうところになると思うんですが、僕からは2つですね。まあ、1つ目がま制限をかけるっていうところと、2つ目が実験をやりまくるっていうところですね。まずま1つ目のま制限をかけるっていうところから。とまあ、これは右側に TikTok の動画があるんですが、これ僕が TikTok を始めて2投稿目。なんで2019年のうん1月9日の動画なんですけど、 えとまあ制限をかけるっていう意味で、まあ、ドローンが使えない区間だったんですね。で当時はまだ僕がその一眼レフとかドローンでかっこいい映像を撮っている時期なんですが、その時に、えー、とまあドローンでどうしてもコスモス畑を撮りたかった。ただ、ドローンが禁止のエリアだったので、どうしても撮りたいというところに制限がかかったタイミングで、じゃあ iPhone を投げたらドローンみたいが撮れるんじゃないかっていうのが、まあ、 当時の僕は多分思いついつたんで、しょうね。で、iPhone を投げとったのは、なんか、初バズりですね、僕の中では。7万5000とか。で、多分他にも iPhone 投げていた方は絶対いると思うんですよ、僕以前に。iPhone が出てから時期が長いんで。ただ、それを見ていなくても、そういったトラブルとか、まあ、制限がかかったタイミングで、そういうことができるので、本当の皆さんトラブルがあると思うんです。トラブルとか、例えばなんか忘れ物をして機材がないとか、こういうのが取りたいけど取れない。 高いい機材がっていうところで、まあ、自分の制限をかけると、まあ、思わぬアイデアというか、こうやったらできるんじゃないかなとか、そういう感じですね。そういう感じで僕は制限かかった結果、まあ、これ以外にもいくつか僕の動画で結構こういうの撮りたかったけど撮れない、じゃあどうするかっていうのが何場面もあるので、実際にアイデアを思いついたというよりかは制限がかかったことによってこういう動画ができたっていうことがありました。はいまあ、どちらかというと次の2つ目が いいのかなと思うんですけど、これがあの実験を繰り返すということなんですけど、僕はの教育学部で理科の先生の免許、中,中高なんですが、えっと、まあ生物専攻だったんで、まあ、結構よく実験が好きなんですね。なので実験はあの仮説と検証が絶対にセットであるんですね。なのでまあ仮説を立てて、こうやったらこうなるんじゃないかとか、で実際に検証結果がどうなるみたいな、まあ、いわゆるまあビジネスでいうと PDCA みたいなサイクルになるんですが、まあ、僕のコンテンツでいうと、 まあやっぱ一眼レフで撮れるけど、スマートフォンで撮れないとかを、なんかこうやったらスマートフォンで撮れるんじゃないかとか、あとはスマートフォンでも機種がたくさんあると思うんですね。6S で撮れるけど、あ、6で、7で撮れなくて、なんか8で撮れるみたいなとかがたくさんあると思うので、それをまあいかに、こうやったら撮れるよとか、こういうやり方で撮れるんじゃないかっていうのを説明していくみたいな感じですね。なので これ以外にも、本当、まあ、また料理出しますけど、料理の、ね、残り物で作るとか、なんかいろいろ自分の中で検証、仮説と検証を立てていくっていうのと、もう一回の動画の作り方でも仮説と検証ができて、この動画にはテロップ入れなかったけど、じゃ次の動画ではまあテロップ入れようとか、まあ、要素を一つずつ変えて実験していくっていうのはすごく大事だと思ってます。なので うん、僕は特に失敗しているっていうので2019年思考停止で実験をせず TikTok を理解せず1年間投稿し続けてきてやっと2020年の1月に気づけたのでやっぱ皆さんにはその1年もやっぱかけてほしくないっていうのがあるのでできれば今伸び悩んでる人とか、うん、なかなか動画バズらないなっていう人はそのちょっとずつまあ自分のコンテンツを まあ仮説を持って検証していってほしいなと、本当、些細なことでもいいので、テロップを入れるとか、えっと、まあ声を1.1倍速にしてみるとかでもいいので、少しずつ変えていく。なので、やっぱりどうしてもずっと同じコンテンツですと飽きられてしまうということにもあるので、まあ、すぐできることとして、まあ、仮説を持って、もう全然あの他の人を真似るとか、他の参考にして、ベンチマークのアカウントを見つけてしまえば、それを少しずつオリジナル風になんかクリエイティブ。 なことをしていくっていうのもで、きるのでちょっとそこはなんか僕の中であらゆるとありとあらゆるもので実験をしていく。まあ、そのなんか懇願というかなぜそういう思いがあるっていうのは、やっぱ好奇心があるからなんですね。こうしたらこうなるんじゃないかとか、こうやったらもっとバツあるんじゃないかっていうその好奇心が原動力になっている感じですね。で、えー、ともうちょっとおまけで、あ、すみません、おまけで、えっ、ー、と、まあ、みなす、まあ、僕の場合はちょっと。 実際に TikTok を伸ばすためにっていうアイデアなんですが、えっと、まあ同じようなジャンルのアカウントをまあフォローしましょうっていうところですね、まあ、僕で言うと映像ジャンルなんですけどやっぱりそのアイデアって呼ばれるようなものって見た人にとってはうわすごい見たことないとかこんなことできるんだだと思うんですけどそれを作るためには今現状のものを知っておかないと出ないと思うんですねなのでなんか新しいことをする前に今既存のものを知っておきましょう ということで、まあ、同じジャンルをまあ最低限フォローするなので、うん、また料理出しますけど料理やったら料理系のアカウントバーってフォローしてランキングつけてなんかそこをなんか目標にして頑張るとかうまいところはパクっていくし例え,ば、うん、例えばシューイチロみたいな僕は東京の大学生っていう最初にそういう決め台詞みたいなのあるんやったらそれを自分なりにアレンジするとかなので同じジャンルを見ていくっていうところと別に今の日本だけじゃなくて海外も見ていってほしいなとは思っていて。 やっぱり日本で流行るコンテンツっていうのは半年前とかちょっと前に海外で流行っていることが多いので、全然、うんと例えば中国の動員とか、まあ、中国の動画アプリなんですけど見たりとかもいいですし、他の、まあ、日本国外から事例を参考にして自分のアカウントと掛け算をして動画を作っていくこともできますし、あとは海外と国内だけじゃなくて、他の SNS、TikTok では TikTok のミームがあって、YouTube では YouTube のは行っているもの。 インスタグラムでは流行っているものが全然違うと思うんですね。で、それもまた違うし、時期も全然違う。これは今リールあの、インスタでは流行っているけど、TikTok ではまだ流行ってないとか。そういえば時間のズレとか、国外、国内のズレがあるので、それを先取りしたりとか、もしくは逆,逆輸入して動画を投稿するっていうのも全然生きる。例えば、本当、影井ひなさんとかは、ずっと最先端のトレンドを追い続けて、ミームをし続けていたりするので、 それを自分のジャンルだったらどうするかっていうのを、まあ、実験をしていく仮説、検証を持って日々、まあ、動画を投稿しているので、なので僕もうんと自分のコンテンツで他の人の参考にしている動画もあるしあの、まあ、制限をかけたことによって新しく全く見たことないの動画ができたりもするんですけど、それはもうすべては日々なんか仮説を持って動画を見たりとか、国内だけじゃなくて海外も見て、他の SNS も見てるからっていう結果ではあります。 なので別にめちゃくちゃアイデアを生み出すアイデアマシンではなくて、ただ本当皆さんと同じように TikTok を見ていて、ただちょっと見方を工夫したりとか、インプットする、アウトプット前提にインプットをしているっていうのがすごい大事なことだと思うので、やっぱりこういう場でも僕ちょっとアウトプットさせてもらってるんで、また明日からのインプットにブぶット生きてくるはずなので、なので、ま,まとめ、まとめれないですけど、やっぱり、 TikTok 頑張るために、TikTok だけじゃなくて、他のプラットフォームも見ていただきたいですし、んん自分のジャンルをやっぱり確立するところから、自分と同じジャンルの人をやっぱり真似,真似する、パクリではないですけど、オマージュとか、尊敬を持って参考にしていっていただければなと思っております。はい。で、私からは以上で、ここから質疑応答になります。ありがとうございました。 淳さんありがとうございます実はですねあの事前質問って結構この辺りの疑問が多かったんで,あので例えばあのどういった視点でこうおすすめ見てますかっていうところであったりとかこうアイディアっていうネタはどこから来るんですかっていうのが多かったので、うん、今回結構参加していただいた皆様の結構コアに聞きたいところっていうのは今のアイディアどこから来るのかっていうところでお答えできたのかなと思っていたりします。 その上で、はいあの、ぜひ聞きたいんですけども、まあ、とはいえ、なんか結構、もう少し具体的に、なんかこう、どういった形でこう TikTok を見て、例えばおすすめを見てるときに、この数字とか見て、これはいいなと思ってるとかっていう、なんか今すぐできる方法とかってあったりしますかねそうですね、えっと、僕の場合は、自分のアーツ s っていうアカウントがあるんですけどと、それ以外にもアカウントを作ってます。 で使い分けをまあしているという表現がいいな,がなるほど、やっぱりまあ男なんで、例えば皆さん、女の子が出てくるはずだと思うんですね。大変失礼ですけど、すみません <laughs> の。女の子がいっぱい出てくると思うんですけど、そうじゃなくて、もうそのアグルルゴリズム、TikTok 最強なので、えっと、複数アカウントを作ることによって、見るところを変えるために作ってます。なので、このアカウントは料理系ばっかりのアカウントとか、うん、まあダンスばっかりとか、まあ、それこそ、 僕みたいなハウツー系みたいなので分けておくとすごい探しやすいですしそのジャンルのトレンドも終えたりするので僕はまあ分けてます。そんな感じです、ねまあ分け。分けなくてもいいと思うんですけどあのずっと TikTok 見続ければいずれ流れてくるはするんですがやっぱりあとはそのいいねと保存,保存機能もあると思うんですね。<laughs> いいねと保存機能の使い分けっていうのも、うん、してますね。あとは僕の場合は 自分が今後やりたいなとか参考になる動画は保存しますしただ見て満足した動画はいいねをしたりとかはしますあなるほどありがとうございます結構別アカウントでこう違う視点を持っておすすめを見るっていうのはなんかいいですねこういったものがあるんだっていう気づきにもなりますしぜひぜひやっていきたいと思いますま複数アカウントなんか LINE で作ったり Twitter で作ったりできると思うのであれって上限あるんですかちなみに アカウント数マックスいくつみたいな。まあ、あの初めてこうアプリインストールしてやった時に、いくつかこう選択方法あったと思ってまあ基本的にあれが上限みたいな形ですかね。はい、わかりましたはい、皆さんはね、そういった形でアカウントを比べてみたりとか、おすすめ違うのを見てみるとか、もしくはこう友達のおすすめを見てみるとかで、議論していくと面白い発見があるかる面白いですね。ね絶対に まあとこう仲間を見つけて毎日通話しながらあの <laughs> やるってとこですよね、はい。投稿の持ち弁を維持すると、はいはい。ありがとうございます。はい。それではですね、最後となります。まあ、こちら画面見えておりますでしょうか。はい。ありがとうございます。それではですねあの、最初のコンテンツの発表の時に、 とお話ししました通りですね。とアトビとティックトックからの重大発表がございます。非常にインパクトダイなスライドをご用意させていただきました。とこちらですね。と重大な発表をえっとティックトック運営の小倉よりお願いします。はい。えっ、ー、と聞こえますでしょうか皆さん。えティックトック小倉でございます。改めましてよろしくお願いいたします。ちょっと冒頭 あ,のあまりの参加者の多さにちょっと緊張してしまったんですが、えーとまあ、重大発表ということで多少砕けてお話しできればというふうに思います、えー、と本当に淳さんとあの田中さんありがとうございました非常にあの多くの何て言うんでしょう有,有効に使えるチップスたくさん入っていたかと思いますでですね今回 Adobe さんのようなツールだったり我々のようなプラットフォーム ですが、えー、その中心にあるのは常にクリエイターさんかと思っておりますクリエイターさんが作って、えー、表現をするためにツールを使って表現をする場所としてプラットフォームがあってと考えるとクリエイターの皆様って僕,僕たちにとってなくてはならない存在なのかなっていうふうに、えー、常日頃から感じておりますでそんなクリエイターの皆さんにとって何か意味のあるサポートできないのかなとこう考えている中で今回、えー、Adobe の方たちと一緒に え実施に至ったのが今回のこうクリエイティブ・ジャンプなんですけどももっと深い支援そしてあのクリエイターの皆さんと一緒になって何かできることないかなっていうふうに考えてえもう一つ新しいプロジェクトを立ち上げましたそれがこちら次世代クリエイターを支援するためのプログラム NewLayers サブタイトルとして 誰もで、えー、っと、こちらのプロジェクトなんですけども、えースト、ステートメント、かっこいいステートメントが書いてあります。ちょっと読んでいただければいいのかなと思うんですけども、えー、作りたい、届けたい、その衝動を遮るものが、まあ、いろいろかっこいいところが書いてありますが、TikTok と a d o b e がチャレンジし続ける。 クリエイターのために機械と成長,成長する場を創出することを目的として継続的な支援を行うものとなっています。でクリエイターさんがやりたいことだったり叶えたいことだったり実現したいことだったりその前にさまざまなハンドルが立ちはだかっているんだろうなっていうふうに感じています。で僕たち TikTok と Adobe さんは皆様の思いだったり表現を世界に届けるために そんな熱い思いを持っているクリエイターの皆様を支援、応援していくために、今回のプログラムを立ち上げました。で、詳しい募集方法だったりとか、えー、要項というものがありますので、こちらに関しては、アドビ株式会社の川西さんよりご説明いただければと思います。川西さん、よろしくお願いいたします。はい、小倉さん、ありがとうございます。では、えー、とこちら。えー シェアさせていただきますはい、こちら、見えてますでしょうか。今回のですね、えー、プログラムを運営する Adobe の川西と申します。えー、今回の NewLayers プログラムの応募者の対象についてちょっとご説明させていただきます、えー。まず最初にですね、新しいチャレンジに情熱を持っている方をサポートしたいと思っていますので、新しいチャレンジをしたい方、応募をお待ちしています。 次にですね、費用面でのサポートなどありますので、こちら18歳以上ということなんですけれども、これまでの経歴とかは特に問いません。そして3つ目にビジュアル制作ができる方ということで、今回、興味を持っていただいている方は、もうすでに何かしら制作されていると思いますけれども、クリエイティブのジャンルってすごい幅広いと思います。あのここに書いてあるように、ビデオだったり写真、イラスト、グラフィック、モーション、アニメーションだったりとか、UI、UX。 最近だと 3D だったりとか、まあ、いろんなジャンルがあると思うんですけれども、こういったものに何かしら、えー、制作を携わっている方っていう方にサポートしていきたいと思っています。えー、次にですね、まあ、実際にどんなことが対象なのかとか、ちょっと分かりにくいかもしれないので、事例をちょっとご紹介させていただきたいと思います。す、え、で、ー、にですね、TikTok のクリエイターでもある青パンダさんにはですね、 今回のプロジェクトの開始前からですね、コミュニティファンドというもので参加いただいていまして、そこでサポートをしている事例をちょっとご紹介したいと思います。アニメーションの制作の作り方を投稿して、作る人を増やすというのが、プロジェクトの概要なんですけれども、イラストをアニメーション化する、そこからイラストをです、ね、アニメーションで動かす過程をどうやったらいいのかっていうのを、あの作り方をシェアしていただいて、 実際にアニメーション作りを身近に感じて自分でも作ってみようかなというように若い人にアニメーションの制作をするきっかけだったりっていうのを提供してもらうというようなプロジェクトになっていまして日本語もそうですけれども海外に向けても発信をしていくというところでそのサポートをさせていただければなと思っています、はい、次にですね実は今回の講師としてお話しいただいている アツシさんにもあの参加いただいていて、ですね、これはクリ,エイティブクリエイターズキャンパスの,あの皆さんのプロジェクトとして、えー、ゾノンさんだったりとか、坂口大和さんだったり参加していただいているんですけれども、動画の撮影と編集方法をシェアして、皆さんにインスピレーションを与えるというような概要になっていまして、まあ、TikTok の中でもかなり影響力を持つ映像のクリエイターさんが、えー、他の方でも簡単に。 真似できるような撮影方法だったりとか、その編集方法を、まあ、今のようにですねあの、投稿していただいているんですけれども、ちょっと違った角度で新しいチャレンジをしていくというところであの、より多くのユーザーさんにですね、クオリティの高い動画とその制作の方法をする、あの投稿するきっかけを、まあ、作っていくような新しいチャレンジをしていただきます。まあ、こういったプロジェクトをあの募集していますので、皆さんもこういうことをやりたいという方がいましたら、ぜひその、えー 企画をあの応そしてですねあの、今回のこのプログラムで何がサポートを受けられるのかというところなんですけれどもあの、クリエイティブの発信のプラットフォームの、えー、TikTok さんからはですね、TikTok のアカウントの運営のサポートだったりとか、あの最新のトレンドの情報をシェアいただいたりとか、あとはクリエイターさん同士のコラボレーションっていうものを、まあ、提供していただいたりとか、紹介していただくようなサポートがあったりします。 クリエイティブツールを提供している Adobe からをですねあの、クリエイターさんに使ってもらえるような、クリエイティブクラウドのコンプリートバージョン1年分を提供させていただいて、ツールをいろんなツールを使っていただければなと思っています。あとはですねあの、このコミュニティファンドで運営しているクリエイターさんのコミュニティに参加していただくような形になります。そして、まあ、制作面の 制作の費用面をサポートさせていただければと思っています。それぞれの強みからですね、クリエイターさんのチャレンジをサポートさせていただきたいと思っていますし、今後もですね、継続してワークショップを行っていきたいと思っています。で今回のですね、サポートになっている Adobe のプログラムを少しご紹介させていただきます。先ほどからお話ししているコミュニティファンドというプログラムなんですけれども、実はですね、 あの去年の5月から、えー、スタートしていまして、今回、えー、TikTok さんと共同でクリエイターさんをサポートできるようになりましたので、まあ、さらに多くのクリエイターさんに活用いただけるようなプログラムかなと思っています。これはですね、コロナ禍で、まあ、結構、クリエイティブの活動を続けるのが難しいよといったところに対してです、ね、グローバルであのファンドを用意したものになっていまして。 えー、グローバルでやってますので、日本だけじゃなくて、海外の人との接点もより持てるようなきっかけとなるような感じになっています。はい、それですね改めて今回のプログラムの応募のちょっと流れを、えー、説明したいと思います。まず、ですねこの Adobe のクリエイティブコミュニティファンドというものを検索していただいて、これの申請をまず始めていただくというところからスタートします。えー そして、この申請の中で個人プロジェクトというものを選択していただいて、その後にです、ねまあとに自分のプロフィールを書くところがあるんですけれども、そこに TikTok のアカウントの、えー、アドレスですね、それを入れていただきます。で3つ目に、今回の企画アイディアのところに、ですね、まあ、制作のプロセスだったりとか、どういったスケジュールでやるのか、で企画のアイディアはどういうことなのかというかところを書いていただく欄があるんですけれども、その中に、 今回のニューレイヤーズからの申請ですよっていう言葉をちょっと書いていただければと思っています。で、申請していただいた中から、Adobe と TikTok さんと、共同ですね、その審査をして、プログラムを開始していくような形になっています。こちらの手順に関しては、ワークショップ終了後にですね、アンケートを配信しますので、そちらにですね、詳しいプログラムのリンクだったりとかシェアしますので、チェックしていただければと思います。 はい、なので皆さんの新しいアイディアとチャレンジお待ちしています。カシさん、ありがとうございます。はい、ますちょっと画面いただきます。はい、皆様、まありがとうございました。 一旦ですね、こちらでと、淳さん、田中さん、川西さん、小倉によるワークショップ全体のコンテンツは終了とさせていただきます。と先にしてちょっとアナウンスさせていただきます。と今回ですね、ご案内させていただきました、このプログラム等々に関してはと、先ほどお伝えした通り、この回が終了した後に、と アラキの方から皆様にあの今回のズームリンクをお送りしたようにメールにてアンケートを送付させていただきますそのメールにですねと合わせてプログラム申請の流れが書いてあるプレスリリースの記事のリンクをお送りしますのでそちらに詳細書いてありますそちらからですねとまた案内と拝見してあ見ていただいて応募していただけたらなと思いますでまたですねそのアンケートもう次回以降のワークショップの内容 よりよくしていきたいと思っていますので、ぜひぜひ記入していただけると幸いです。でまたですあの、本日なかなかこうタイミング合わずであったりとか、事前の質問とかでこう回収されなかったものとかでのこう質問ですね、田中さんであったり、あと淳さんであったりというところへの質問に関しては、アンケートに自由記入欄がございますので、そちらに、えっと、書いていただけると幸いです。追ってです、ね、TikTok 運営の方からあのお戻しさせていただきます。 はい改めまして、えっと、本日は皆様ご参加ありがとうございましたそうです、ね。ちょっと残り時間、あと10分程度ありますので、えっとまあ、ちょっと簡単にちょっと雑談形式というか、淳さんとです、ね、田中さんにも出てきていただいて、とりあえず事前にいただいた質問をちょっとぶつけながら、それにお答えするような形で進めてもいいですかね。はいい大丈夫ですすさんありがとうございます、えーあ 実際にピンと田中さんにピンを追加させていただきます。はい、ありがとうございます。えっと今日あのいろいろこうそのツールの使い方からこう、まあ、ある意味アカウント運用するスタンスのところまでいろいろご教示いただきました。本当にありがとうございました。はい。ええとですね結構あの本質に迫るような事前質問が来ておりますので <laughs> ちょっと投げさせていただきます。と 僕の中でです、ね、非常にこれあの、ぜひお聞きしたいなと思ったものがありまして、あ田中俊平さん、ありがとうございま,ざいましたと感想をきて <laughs> あります。あ、うしいです。これ、淳さんへ中心の質問になるんですけども、<laughs> あ,のあなたにとって TikTok とはどんな存在ですか <laughs> 情熱大陸ですか、はい、情熱に <laughs>。TikTok とは ?TikTok とはアナザースカイと。 アンブリアでみたいな感じですああ、ま、その事前質問来てるんやったらあれですねさっき教えていてほしかったですね <laughs> すません <laughs> ここで出てくるものが TikTok とははい TikTok とはどういう存在ですかうんどういう存在ですかうん、まあ、これからのことは分かんないんですけど、まあ、まあ振り返って、まあ、こうやって貴重な機会をいただいて振り返ったところはやっぱりまあ人生変えてくれてもあアプリって言ったらあれですけど SNS だなと思ってます本当人生、うん 人生変えてくれたんで、人生そのものって言ったら、めっちゃ貴重いですよね、すみません。いやいや、やめてください、すみません。<laughs> あの、今日話聞いてて、僕びっくりしたのが、早そ速そ、僕、なんかこう、プロとしてやってると思ってたんですけど、こう教育学部を卒業されて、そ,うでね、でその後こと、はい、銀行に銀行されました。で今 この1年で220万人ぐらいフォロワーが増えてみたいなクリエイターとして活躍されてるという,こうストーリー自体がすごくびっくりしていたのでそこを踏まえるとこう面白いですね「人生です」って言われると僕らも身が引き締まる思いで運営していかなきゃいなっていう気持ちです。やっぱまだ、あまあ、今も会社員なので土日休みでそういったコンテンツ、本当 TikTok 中心の生活をしてます。なので、まあ、今も仕事を抜け出して。 お部屋でやつを今やってるんで。はい、でも本当こういう普通に生活してればこういった場で皆様にお話しする機会もいただけなかったんで。あれはけどなんか人生ですって言ったらあ,あれですね。なんか変ですね。いやいやいや。なんかこんなに逃げ笑いしてません。違います。たくさちょっと渋い顔されてます、ね、<laughs> まあでも、ある意味。 人生ですって言っていただけると、まあ今後ちょっと確かにどうなるかわからないんですけども、多分2021年もあつさんスパシっていくと思うので、ぜひぜひ更新していただければなと思います。はい、頑張ります。ちなみにこう田中さんから見てこう TikTok とかってどう見えてるんですか？うん、確かにそっちも気になります。うん、わ、TikTok なんか TikTok のああのそうですね、弊社の中いろいろあの試作だったりさせていただいている中で。 あの一番反応がいいというか動画制作においてアクティブっていう言い方ただ見てるだけではなくってやっぱり作,作ろうとしてる方々がすごい多いっていうのは実はいろいろやってみて分かっているんですねなのですごいそういう意味では制作の上でで可能性を秘めてますね。なんでうん、いいんなな方に作っっってててたただきたいなって思ってます動画を 結構僕も TikTok のクリエーターさんと会話しているとものすごいコンテンツ作っているんですけど結構頑張ってこうアプリ TikTok だけで作っているとか他のツール使わずにっていう方いたりするのでそういった方の話聞くと今日の話もあったんですけどすごい可能性を広げるような形でツールとかを使っていくともっと2021年面白いコンテンツが生まれたりとかもう想像できないような使い方をするような人たちが僕は TikTok クリエーターさんに多いなと思っていたりするので、うん。 見てて、本当にどうやって作ってるんだろうって思うものいっぱいありますけど。本当すごい、アナログでもアイアイディアと本当になんかアプリケーションを駆使して。いろいろやってるなっていうのは、本当ティックトックのクリエイターの方々。すごいっていつも思います。それもう淳さんがね、こうスマホを投げるっていう下に、ね <laughs>。バッターボックスに立ったほどスラッカーみたいな感じで振り回してるシーン多いですもんね。 まあ、パフォーマンスもありながら実際にああしないと取れない時もあるので、うん、まあそれで言うと僕の中では個人的にはそのケチャップさんのようなもも TikTok の純正アプリのままであれだけなクリエイティブ発揮されているのは、まあ、もちろんアイデアもありますしすごい1本にかける情熱と時間がすごいですね5時間ぐらいかかってるって言ってたんで誰かに真似できないぐらいのオリジナリティが大事ですね。 あのトランジションの作り方ってもはや編集のトランジションじゃないじゃないですか、はい、<laughs> あれもそうまさにすごいなと思う一つですね。ケチャップさんのトランジションもなんかもう職人芸って感じですね。っていうそうですね。今田中さんも田中俊平さんもケチャップさん見てますって <laughs> 誰しも一度 TikTok で見たことあるであろうあの, <laughs> あの方の時、ね、ありがとうございます。 じゃあもう一個だだけ質問させていぜひぜひあの参加者の皆様もです、ね、今,今なおほぼほぼ参加者変わらず68名の方見ていらっしゃいますので何かあればいつでも大丈夫です僕の方から事前質問からですね、はい、フォロワーの方々を飽きさせないために心がけていること あの冒頭の最初の方にもこう飽きないようにこう飽きられる前に次新しいコンテンツを考えていくっていうのがあったと思うんですけども、まあ、その中にちょっと深掘りしてですねどういったことを意識してこう新しいコンテンツを生み出しているのかなと。新しいコンテンツを生み出すっていうところでいうと。う まあずっと同じコンテンツを上げ続けると絶対飽きるいくら面白いコンテンツでも飽きると思うんですね他に目移りしちゃったりとかもするのでその中で先ほど言ったまあジャンルを変えずにちょっと方向転換するっていうのはうまあサイクルでもいいと思います例えば僕で言うと今主軸が写真の撮り方動画の撮り方なのでまあそれをループするとかでもいいですし例えば僕今後できる の後考えてるのはそのはそ動画の編集の仕方のコンテンツとか写真の編集の仕方もコンテンツとしてできるのでそれをまあ3つ軸作ってしまえばそれをるある一定期間はまあ集中的に投稿してそれをまあ変えていくなので僕周一郎君とかも多分そうだと思うんですね最初いきなり彼から魅力から始めてたわけじゃなないんです多分最初の、うん、なんかコーラーの やつあげたりとか、やってましたね。<laughs> 頑張ってる動画とか、で、今 Vlog 来て、今多分いろんな人とコラボしてるみたいな、はい、ああいう、確かに彼自身の。彼自身がコンテンツなんですけど、それを取り巻くコンテンツたちはループしているみたいな、いろいろ彼の中で多分期間を決めてサイクル回してるんだろうなっていうのは感じるんで、そういったところで飽きさせない工夫はできるんじゃないかなと思います。なるるほどこのある意味こう自分が 一つのアカウントを運用しつつもこうコンテンツの軸を複数個持って、まあ、サイクルを回しながらトレンドこれじゃないかあれじゃないかっていうところで追っていくと。はい、確かに。集中力のアカウント僕昔のやつから遡って見たことあるんですけど伸びてない動画とかやっぱ、まあ、言い方あれなんですけどやっぱ最初の頃あってただ一回こうバズってそこでこうスマッシュヒットそれこそクリエイティブジャンプのような形グッと伸びた後にこうだんだん自分の軸がつかめてきてこうファンの方々が 秀一郎君といえばこういうものだよねって認識したタイミングからスマッシュヒットが生まれるみたいなことがあったりしていてしかもその Vlog っていう形式も確かに Vlog なんですけどコンテンツ結構よく見てみるとこう軸がいろいろあって日常生活なのか企画やってみるのか質問に答えていくのかみたいなああいったループを作れたりすると確かにファンは飽きていかないですよね。そうですねあとは フォロワーさんが多い方は限定になってしまうんですけど、まあ、サブアカとか作って、裏側とかをすると、より表側を際立たせる、表やかというか、本アカを際立たせるような仕組みもまあ作れるかなと思うので、ただ、フォロワーが1万以下とかになってしまうと、あまりサブアカ作ってもその面白みないので、まあ、力のようなフォロワーさんが多い方は、そういったアプローチもできるんかなとは思います。なるほど コントトラストをつけるというか確かにちょっと砕けた雰囲気見たりするちょっと好きになっちゃいますよねこう好感度が <laughs> 上がっていくというかなるほど田中さんどうですかこういろんなクリエイターさん本当にいろいろこう接してきていたりとかツールの使い方をこう教えているっていうとあると思うんですけどもなんか飽きさせない新鮮なところを作っていくっていうところではありますかねそううでですすね飽きさせななないっていいのの答えになるか分からないんですけどもあの こう最近はちょっと TikTok だけじゃないんですけど結構短い動画をいかに見せるかっていう6秒バンバンで広告とかもどんどん秒か6秒3秒の動画みたいに短い間にいかにその動画を見て引き付けるかみたいなところで言うとやっぱモーション系そのタイトルのをモーションにしてみたりとかちょっと光らせてみたりとかなので結構それでアフターエフェクスっていうソフトを あの全く使ったことないんですけどやってみたいですみたいな人とかはいますななんまあ結構目を光らせるために動かすみたいな単純なんですけどうそういうものを使って最初のインパクトを出すみたいなのがあったりします確かにこう TikTok ってこうスワイプしてこうその動画を手が止まって見ちゃうかどうかっていうところが,、ね、最初ののが TikTok も結構こうさ,されさしやすい。 あのプラットフォームでもあるのできっといかに最初にこう目につかせるかっていうところが重要なのかなと思うので、うん、まあやり方はいろいろあると思うんですけど一個そのモーションで目を止めるなんていうのもあると思います、うん、いや確かに一つの動画でもこう見せ方でかなり視聴時間伸びる伸びないってありますし、ね、はい、はいありがとうございます、はい、ではポ、ね、ちポちお時間ですね。と 改めて淳さん、田中さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではですね、ちょっとピンを外させていただきまして。じゃ画面共有させていただきます。はい、皆様えっと、九十分間というすごく長丁場ですが、お使いいただき本当にありがとうございます。と、改めてアナウンスとなりますが、と、この後、あのメールを再度お送りさせていただきます。 とそこです、ね、アンケートにとお答えいただくことと、とこの今回の最後の発表があったニューレイヤーズの応募に関してとリンク等々貼っておきますので、そちらご覧いただけると幸いです。はい、と今日の時間ですねと、またアーカイブでも公開するんですけども、えっとまあ、今日から明日から。 この参加している方々のクリエイティブの質が向上し、かつこうファンを魅了するような、そして人々をこうインスパイアするような動画の投稿が生まれることをえっと私たちは期待しております。今後もですね TikTok と Adobe では、継続的にクレーターの皆様の支援であったり、ワークショップの開催を行っていきます。また、ニューレイヤーズの応募もぜひぜひカジュアルにしていただけると幸いです。はい 以上でですね、TikTok と Adobe のワークショップ、クリエイティブジャンプを終了とさせていただきます。次回もぜひお楽しみにしてください。TikTok のバナナであったりとか、リリースでまた告知させていただきます。はい、ありがとうございました。これにて終了となります。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。